大城さつき選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ今大会初めてということでしたけれどもいかがでしたか？そうですね、なんかいつものツアー、まあ、レギュラーもステップもどっちも出てるんですけどまた違った感じで一緒に歩いたりとかできるのでそういう面ではすごい楽しかったなって思いました。なんかローピングもなく、はい、セカンドとかもフェアウェイをね、はい、元の方歩いてくるじゃないですか。はい、なんか後ろからすぐ見られるとかそういうのはどうですか？でも見られるのはそんなになんですけどなんか私も不思議な感じだしそのスポットとして来ていただいた方も普通に試合も見に来てくれてる方なのでもうなんか変な感じって言ってこんな近くでいいのかなっていう、はい、そうです。なんか新鮮な感じ、うん、新しい感じでした、はいはい、でも確かに遠くから見ると普通のなんかこう平らなフェアウェイに見えても実はディポットでしたとか、はい、なんかその状況が近くにいる方々に分かってもらえるのが、はい、まあ一緒に戦ってるかみたいな感じ、ね、そうですね、はい、あとはなんか個人的な感想なんですけどなんか今までとかいつもだったら結構ミスしてもあーとかそういう声の方が多かったんですけど今回サポーターさんっていう形なので多分みんなそれぞれ応援してるじゃないですか。なのでミスしても大丈夫大丈夫みたいななんかそういう励ましだったりとかなんか私のサポーターじゃなくても私がバーディー入った時に一緒に喜んでくれたりとかそういう面ではなんか人の温かさをすごい感じられたので個人的にはすごいなんかやりやすかったっていうか打ってもなんかへこまないであじゃあ次頑張ろうとか次いいとこ見せたいなとかっていう切り替えがすごいうまくできる感じだなって思いました。なんか一個人スポーツですけど、はい、まあ、よりそのファンというかサポーターでなんかチーム戦みたいな感じ、はい、チーム力みたいな感じですかね、はいはい、でもなんか私はその選手しか応援しないのかなと思ったんですよ最初。あ、サポーターだし、サポーターだし、まあ、その選手メインで拍手したりとか、まあ、他の選手はああみたいな感じかなと思ったけど、はい、なんかそういう感じじゃなかったのがすごいなんかアットホーム感だし、はい、楽しいなって思う、楽しいし、まあ、自分も気分よく、うん、プレーできたのでそれすごい良かったなって思いました。あとね、こうコミュニケーションエリアとか、まあ、そういうのも普段の試合とかにはあまりない感じですもんね、はい、そうですね、はい、うん、さあこの裾野自体ですけれども今日のコンディションを含めていかがでした？はい、初めてラウンドしたんですけど練習ラウンドは、ま、来てないです。はい、一緒なんかコースが帯はないんですけど、まあ、帯打ったんですけど、はい、でもなんか隣のホール曲がっても隣のホールだからなんか難しいけどグリーンコンディションがすごい良くて、はい、あとバンカーも砂が多くて顎近いとか結構そういうのがすごい難しかったのとでもグリーンが綺麗なので自分が思ったところに打ったパットは全て入ってくれるみたいな、うん、っていうのはすごい良かったです。まあ、シニアでいうとねファンケルやってるところで看板もありますし、あ、だからでも試合やってるんだなって思いました。はい、まあ、ご本人的には今日のスコア的にはどうですか？今日も前半でバタバタいっちゃったんで、はい、ティーショットちょっと左でしたもんね、はい、だったんでもう途中で諦めて最多バーディーション狙おうと思って、はい、最後も狙ったんですけど入んなくて、はい、でもそういうなんかいろんなショーがあるから最後まで諦めずに楽しく回ることはできました。さあ今シーズンもねこうシーズンオフに入りますけれども、はい、このオフ中どんなことをしながらトレーニングしていくのかと来季に向けての抱負を一言お願いします。はい、今年はシーズン中に痛いところが多くて練習できないっていう状態が続いてて良くなってきた頃に QT があったんですけど QT も失敗して来年どの試合に出れるか今わからない状態なんですけどとりあえずまず第一に痛いところを治してしっかり練習できる体作りをしてから安定してまたもう来年の QT になると思うんでそこまでにしっかりスイングも仕上げてあとは気持ちの面で今年は結構嫌だなって思うことが多かったのでそういう気持ちの分もしっかり立て直してまた1年今年1年来年1年間過ごしていきたいなと思います。今痛いところって肩痛かったり膝痛かったり意外といっぱい、はい、なんか今までなかったのが急に出てきて痛いからかばって次痛くなってとかもう負の連鎖ででも試合はあるみたいなっていうの感じだったんで、まあ、試合に出れないのは悔しいけど、まあ、休養に当ててまた、まあ、試合は出たいので来年に向けて万全な
体調調子にしていきたいと思います。タイミングが合えばぜひこの TWGT もまた、はい、お誘いください。ありがとうございます。では最後、サポーターの方にメッセージ一言お願いします。はい、まあ、普段こうやって話す機会もなくて、私はプレー中結構怒ったりとか感情が出るタイプなんで、でも本当はゴルフ楽しくしたいんだよって思ってるのが、こういうなんか企画っていうんですか、試合とかで座ってもらえればいいなと思って、またこれからどんどん年下に負けず頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。確かに感情が出るのを隠すのにいつもサングラスとかですか？サングラスは眩しいだけです、ただ。でも笑顔のまたプレーを楽しみに待っています。ありがとうございました。ありがとうございました。